で、ローズのお母さんがボートに乗るシーンだけども、二頭の,の女性とかね、下品で嫌いなモリーとかがいたので、まああのお母さん不満だったんだけども、しかしローズにですね、ボートは半分しかないのよってうふうに言われて、マジ切れされて渋ぶ,ぶ従いました。ここでローズが、乗客は2200人いるのにボートには1200人しか乗れない。みんな助からないと思ってるのは映画上の嘘なんですよね。実はね、この映画の中で割とあの、乗組員も、 一等の乗客の男性たちも紳士的に振る舞ってたのは、沈んでも大丈夫だと思ったからだね。あの、救命ボートが半分しかなくても大丈夫だと思ってたんだよ。でなんでかというと、そもそもその、豪華船の,あの救命ボートっていうのは、全員乗って、なんだろうな、助かるために行くようなもんじゃないんだよ。あの、豪華客船で、それも金属船でもそうなんだけども、普通ね、沈没するのに何日かかかるんだって。少なくとも、 24時間はかかると。この前の事故で、あの、全金属船のリパブリック号が沈んだ時に、1909年に、世界初の全金属船リパブリック号、まあタイタニック号と同じだよね。それが海上で衝突事故を起こして、船がもう本当にぐっちゃぐちゃに崩れたんだよ。それで沈没した時もね、沈没するまで36時間かかったんだって。で、36時間かかったから、救命ボードの数がたなくても関係ないんだよ。 近くに船なんか無線で連絡したらいっぱいいるから来て、で、その船とピストン輸送するんだよね。で、ピストン輸送するから、実はその乗客全員分じゃなくて、ある程度の数があれば助かるんだよ。現にこのリバブル号って全員助かってるんだよ。乗員も乗客も。だから、タイタニック号のおかげですぐに沈むっていうのが急に知られるようになったんだけど、それまでは何日もかけて沈むもんだから、 で、タイタニック号も周りに船がいっぱいいたからさ。で、現にかなり遠くの船が4時間かけて来てくれたんだけども、まあ、こんぐらい沈まないのが当たり前だったから、ピストン輸送で他の船に乗れるはずだったんだよ。だから、ローズが船が少ないから、みんな助かるはずがないっていうのは、この映画の中でのフィクションなんだ。ちょっと嘘をついてるわけだね。まあまあ、ドラマとして盛り上げてるわけなんだよね。